固めてちょっとマル,マルチモニター環境を構築したんでステレオフォトメーカーをマルチモニターに、えー、少し真面目に対応しようかなと思って改造を入れてます全、まあ、画面表示従来は、まあ、これ全画面表示するとこのステレオフォトメーカーの起動してる画面で全、えー、画面になったんですけれども、えー、これに全画面表示の モニター設定っていう画面を追加して一応モニター今回3台ですけれども123と例えばモニター2を選んでおいて表示の全画面モニター設定に基づく全画面表示ってやるとこちらに全画面表示されるとこんな形ですねでモニター設定でこれ あのシフトキーを押しながらクリックすると複数モニターも選択できます。ちょっと、えー、シフトキー、まあ、こんな形で、えー、モニター1と2を選んであげるとこの赤いエリアが表示エリアになるんで、えー、この状態で全画面表示してあげるとあごめんなさい表示の全画面表示してあげると。 モニター1と2で左右こう表示されると。でもちろんあの全画面を選択することもできるんですけれどもとこの場合はまあこの赤いエリアが全画面の表示エリアになるんでこれで全画面表示するとどうなるかというと表示全画面。 表示とまあさっきの赤いエリアに左右分割して表示するんでまあこんな形でえまあちょっとおかしな表示になりますけれどもえ設定によってはまあこんな使い方もできるというところですね。なんで一応あの。 モニター設定、ディスプレイ設定で例えばモニターの位置関係をこう変えたりしてあげると式別あじゃあ、えー、適用ですねさっきの、えー、表示のあごめんなさい表示のモニター設定もそれに伴ってこう変わってくると。 小さいモニターがさっきのディスプレイ設定に沿って、まあ、右側に映ってます。で、えー、小さいモニターを選んどいて、えー、表示の全画面表示にするとこの小さい方に、まあ、全画面で表示されるということで、まあ、自由に、えー、表示全画面表示するモニターを選べると。でまあもちろん、えー、こちらに置いといて単純に 全画面表示してあげればまあ,あのそこの場で全画面表示するっていう、まあ、従来の方法もまあ一応残してありますということで、えー、まあもう少しちょっと検証したらリリースしようかなというふうに思ってます。